皆さんどうもこんばんは、みそのです。今日はですね、皆さん大好きなセブンイレブンね、セブンイレブンの中に売っているものにおいて、私の中では、一番おいしい食べ物と、いったところのこちらの商品をご紹介したいなと思います。はい、これですよ。あの大学院も言いましてね、さつまいもになんや、この飴みたいな、なんていうんですか、この甘いこのあれをねつけたやつね。これ冷凍食品コーナーに置いてるんですが、セブンイレブンのオリジナル商品でございますけれども、これはね、あのお店で買ったこともあるんですよ。大学芋結構好きなんで、もうね、どのお店で買った大学芋よりもダントツナンバーワンの美味しさのこちらをご紹介したいと思います。でね、こちらを今日はですね、こういう感じ、はいね、このアイスクリームをね添えてね、もう合わないわけないんですよ、この大学芋とアイスなんて。でからのこれに合わせるお酒ね、まあ、お酒じゃなくていいんですけど本当は、まあ、せっかくなんでちょっとお酒飲もうということで、日本酒ね、今回の日本酒は、めちゃめちゃ安い、料理で使ってるお酒ですね。あの10っていうね、紙パックのお酒しかなかったんですが、それでいっぱいやっていきたいなと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願い申し上げます。楽しんでいただける方はですね、ぜひ動画の高評価やチャンネル登録などお願いできればなと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願い申し上げます。それではいきましょう。こちらでございます。これがねも美味しいんです。これがねもほんまに美味しいんですわ、言うてね、すごいんですよね。これいただきます。うん、まっ、もうね100点なんだわな。でね、これ食べる、30分前に、室温に置いておきますね。常温解凍ですね。レンジでチンとかはしないようにしてください。はい、このちょっとアイスクリームをつけてね、このもうアイスはもう何でもいいんですよ。スーパーカップでもいいし、もう好きなのでいいですよ。うん、まっ、最高じゃん。もう分かりますちゃんとね、この大学芋の周りにコーティングされてる飴ね、この飴がねちゃんとカリカリするんですよ。で中のこの芋はね、全然パサパサしてねえでやんす。あのすごいしっとりしてるんです。なんならもうジューシーな芋、うん、これね食べたことない人結構いると思うんですよね。あの大体冷凍食品ってあのチャーハンとか餃子とかそっち系いっちゃうじゃないですか。これはもうぜひ、うん、でこう日本酒に合うのか問題、これやっていきたい。乾杯。いいじゃないか、いいよ、うん、うまい、うまい、うまっ。たまにいいんですよ、こういう甘いものでね、いっぱい行くっていうのはね、うん、非常にいいんです。いやーこれね、もうね、我が家ではこれ何袋食べたか分かんないですね。ぴょこ先生、過去に何袋食べましたかね、これ。すごい食べたよね、毎日食べてたもんね。本当にね、もう毎日食べてたんだこれ、うん、でここ最近しばらく食べてなくて、あ、そういえばあれまた食いてえなってなって、また先生買ってきたんですけども、これ皆さんぜひ食べてほしいね。これうまっ。これちっちゃいとこ、こういうね、ちっちゃいとこ、これがねカリカリのジュワジュワなんですよ。たまらんぜ、たまらんぜですよね。
いや、今回初めてアイスと一緒に食べたんですけど、やばいね。うん、なぜか日本酒に合いますね。まあいいわ。今ね、こっちのテレビで阪神戦やってます。さっき佐藤くんホームラン打ったんですよ。ホームラン。もう佐藤くん大ファンです。よしよし。なんだろう、このしっとり感やばいわ。でね、ちょっとこうお伝えしたいことがあるんですけど、この男爵芋じゃねえ、大学芋ね、大学芋はちょっとね、当たり外れあるんですよ。若干あります。まあこれやっぱ仕方ないですよね。うん、当たり外れがちょっとあるんで、初見の方は大学芋好きな人だったら、まずね、2袋ぐらいちょっと買ってみてほしい。で、当たりに当たった時のこれの破壊力やべえですよ。今回は当たり、うん、最高。たまらんな。これ、ね、甘いもの食べながらお酒全然飲める人なんで、うん、いいわ。まあね、皆さんは食後のデザートで食べてもらってね、お茶とかと一緒にね、飲んだ方がいいかもしれませんが、私は日本酒でいくよ。最高です。それではゆっくり食べていきたいと思います。ぜひセブンイレブン行ったら、必ず売ってます。これ売り切れてたことは今までに過去一度もないので、絶対売ってると思います。私みたいな超大好きな人が買い占めてなければ売ってると思うんで、食べたくなったでしょ。明日仕事帰り買ってみてね。それではまたお会いしましょう。さよなら。ぜひ動画の評価やコメントよろしくお願いします。イリュージョンアドベンチャー。ものすごく大きい声を出せますよ。